先日遠くの山では雪が降りました。今回の動画は冬の準備第1弾冬タイヤへの交換です。タイヤ交換の工程は3つ。1交換前の準備、2交換作業、3交換後の点検。それではスタートです。1交換前の準備。タイヤ交換する場所は坂道や砂利道、そしてできる限り路上での作業も避け、ジャッキが安定する広く平らな場所で交換します。そんな場所を求めて公園の駐車場まで移動しました。タイヤ交換に必要なレンチやジャッキなどは通常はトランクにあります。ちなみにジャッキはトランクの横の壁に収納されていました。また輪止めやグローブ、今回は使用してませんが、ブースターケーブルも備えておくと安心です。なおパンクの時に一時的に使うスペアタイヤはトランクの下にあることが多いです。広く安全な場所でも万が一を想定し、まずはパーキングブレーキをかけ、交換するタイヤの対角線上のタイヤには輪止めをかけます。ホイールキャップがついていれば外します。2交換作業。まずは車体を上げる前に少しだけホイールナットを緩めておきます。それは時々ナットが固く締まっていて力技が必要になることがあるので、そんな時は車体が大きく揺れます。もしジャッキアップしてあると揺れの反動でジャッキが倒れるなど非常に危険だからです。続いてジャッキをかけます。ジャッキの設置場所は各タイヤの横にあります。計4箇所あります。交換タイヤ付近の車体の下を覗き込むとこのような目印があると思います。そこにジャッキをこのように挟み込みます。初めての方や力のない方は少し回しにくいかもしれませんが、何回か回すとコツをつかめると思います。タイヤを上げる目安はタイヤが地面から指1本から2本ほど離れるくらいです。なお車体が上がっている間は念には念を入れてタイヤを車体の下に入れておきます。ではホイールナットを外していきます。膝でタイヤを押さえ安定させておくとナットが外しやすいと思います。タイヤを外します。冬タイヤを取り付ける前にミニ情報です。タイヤにはこのように回転方向が決まっているものがあります。タイヤの性能を十分に発揮するためにその回転方向に合わせた取り付けが必要となるので一度確認してみてくださいね。では冬タイヤを取り付けていきます。かなり重いので腰の弱い方は
ぎっくり腰などには十分注意してくださいね。膝でタイヤの下を押さえて、少しずつタイヤがぐらつかない程度に仮締めしていきます。ナットの締め付け順番は、対角線のナットを締めることを意識しながら締めていきます。我が家のタイヤの場合はこのように星を書く順番で締めました。仮止め後は車体の下に置いたタイヤを取り出し、ジャッキを下げて車体を下ろします。ジャッキを外してナットを本締めしていきます。仮締めした時と同じように星を書く順番で締めていきます。締め付けはレンチを使って腕で体重をかける程度の力で大丈夫です。輪止めも取り忘れずに、同じ要領で残り3本も行っていきます。4本のタイヤが無事に交換できました。3、交換後の点検。最後に意外と忘れがちな2つの点検です。1つは締め付けの確認。少し走ってみた後はホイールナットに緩みがないか、もう一度締めて確認してみましょう。時々タイヤが外れる事故のニュースもあるので忘れず確認しましょう。そしてもう一つは空気圧の確認です。適正な空気圧でないとパンクの原因や燃費にも影響します。適正な空気圧は運転席のドアを開けたところに表示されています。冬タイヤ、夏タイヤともに同じ空気圧で OK です。まずキャップを外してそこに先を差し込みます。そうするとこの機械の場合は手元にメモリが出てきます。空気圧が足りないときはレバーを押すと空気が入っていきます。適量になったらキャップをギュッと締めて完了です。これで一連のタイヤ交換がすべて終了しました。今回は冬支度の第1弾、冬タイヤへの交換でした。早めの準備で安心して安全に楽しい冬をお過ごしください。このチャンネルでは DIY でフェンスやゲートを作ったり、家庭菜園、芝の再生などをアップしています。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。